はい、こんにちは、カメラマンの村誠一です。今回はですね、フィルムカメラがなぜこんなにも若い子たちに人気なのかっていうこと、そのことに対して、今日は語ってみたいと思います。これなんだかわかりますか？これこの小さいやつなんですけど、なんかね、カニの爪みたいなやつなんですけど、これなんだかわかりますか？これわかる人いたら相当、まあ、フィルム2と言ってもいいんじゃないかなって気がするんですよね。これはこのローライフレックスのこのストラップですね。このストラップの部分にこうカチャってこうはまるんです。こうやってそうするともう抜けないんですよね。もう外れないですよ。カチャって中にこう開くんです、爪がね。まあ、自分はね、そのローライフレックスをなぜ使うようになったかっていうと、ブルース・ウェーバーですね。アバクロでも有名ですよね。ブルース・ウェーバーの写真がすごい好きで、かなりの量の写真集も持ってるんですよね。まあ、ヘルムート・ニュートンもすごい好きで、たくさんのね、海外のカメラマンに影響を受けたわけですよね。このローライフレックスも使ってたっていうこと で、このヘッドがね、ちょっと変わってると思うんですよね。ヘッドがこのプリズムファインダーのところが、でこれがアンティークでしてね、これを探してですね、なんとか買って、まあ、ブルース・ウェーバーと同じそういう気持ちで撮ってみたいっていう思いになって、これをこうつけてたんですけど、実際これはね、仕事では使ったことないんですよね。作品撮りだけで、まあ、実際はこう使ってたわけですけど、自分がものすごく好きだったカメラっていうとハッセルブラッドになるわけですよね。分解していくとよくわかるんですけど、もう本当にこの中の部分っていうのは本当にシンプルで、ただの空洞な感じなんですよね、このフィルム面で。ローライフレックスの中もこうですね、こうね。でこのローライフレックスもこう二眼レフではあるんですけど、映るところって下だけなんですよね。実際上は上からこう覗くだけのやつなんですよね。で多分これは、まあ、当時ね、聞いてた話だと、まあ、簡単に作るため、ハッセルブラッドみたいな一眼レフで高度だったってことですね。こういうふうにこう上から覗くのは一緒なんですけど、見たまんまがここの中に映るわけだけど、ローライフレックスだと見たまんまじゃなくて、見たところはこの上のレンズなので、この誤差があるわけですよね。ライカもレンジファインダー覗いた時と、まあ、実際のやつは違うんだけど、レンジファインダーと違うところは同じレンズ、このレンズと同じ距離感で、ボケ味もこうちゃんと見れるっていうところが、まあ、ライカとはちょっと違うんですね。まあ、ローライフレックス用のような上から覗く、よく映画なんか出てきますよね。まあ、そういうカメラが最初にこう流行ってきたと思うんですよね、こういうのがね。ヘルムート・ニュートンのポラウーマンとか、そういったものにものすごく影響を受けたんですね。ライカの表紙にもなりましたけど、これが、ゴーゴーポラロイドを撮った、これが、まあ、自分の中唯一残っているオリジナルのプリントしたものが、まあ、残ってるわけですよ、これね。まあ、自分はその影響を受けて 8×10 のポラを使ったりとか、まあ、グラビア界ではね、みんなそういうことしてなかったのを、まあ、自分は唯一そういう世界の中でいろんなものを吸収していったんですね。まあ、自分が初め入った広告代理店っていうのが、コマーシャルフォトの元営業部長だった人がね、まあ、社長になって、まあ最初に入った時にまずコマーシャルフォトっていう雑誌を初めて知ったわけですね。朝日カメラとか毎日カメラとか日本カメラとか、そういうのが当時からあったんだけど、アマチュア向けのカメラ雑誌で一切見なかったんですね。でコマーシャルフォトを見て、世界のファッションフォトグラファーとかそういうのを見た時に、心がこうざわめくようなね。写真学校の時は正直言ってそのことは知らなくて、まあ、代理店に入った時からこういうのを見ろよって、コマーシャルフォトっていうのを初めて知って、そうか、これがコマーシャルの世界なんだ。ちょうどリチャード・アベドンのバンジャケットの撮影のことがコマーシャルフォトに載ってたわけですよね。でそこに書かれていたものは、まあ、自分がだから20歳ぐらいの時から衝撃的ですよね。でリチャード・アベドンが世界的に有名で、でその人はどういう写真を撮ってるんだろうと思って、まあ、もちろん本も買っていろいろ見たんですけど、でそこに書かれていたことっていうのは、バンジャケットが撮影の依頼をする時に、
日本円で当時5000万ぐらい用意していったんだけど、弁護士がそばにいて、でいろいろ話してるうちに最終的に、ね、その倍の金額、1億円だったって言うんですよね。で自分は衝撃受けて、自分の給料が8万円だった頃に世界のアフェドンはもう1億円、撮影依頼だけするだけで、まあ、1億円だったと。まあ、どんな感じで撮っていただけるんですかって話をすると、もう全て、弁護士がついて、それでその件に対してはなんかいくらですみたいな感じで、どんどんこう値段がつり上がっていったって話を聞いてね、まあ、自分はそのファッションに対しての気持ちっていうのがそこから一気に芽生えたことは確かですね。まあ、インテリアを取る会社ではあったわけだけど、まあ、2年半で会社が倒産してしまったってことがあって、でもそこで初めてシノゴのフィルムだとか使うことを覚え始めたわけですよね。でそれでエマルジョンナンバーによって色が違うとか、そういったことをどんどん覚えていったわけですよね。まあ、最近ね、若い方が、まあ、フィルムに対してすごい興味を持つようになったっていうのは、そのデジタルと違ってフィルムってのはやっぱどっか温かみがあるわけですよね。でももちろん粒子ってこともあって、なんかね、一つ一つ細かく拡大していくと、粒子だから一つずつみんな形が違うしね、まあ、デジタルだとドットだと拡大していくと全部同じ形になってしまうわけだけど、アナログ的な良さがあって、今の若い人たちが、まあ、これに対してすごくこう興味を抱いてるんじゃないかなっていうふうに自分は思いますよね。やっぱこのフィルム時代の良さっていうのは自分でもね、もう衝撃を受けたわけだけど、まあ、フィルムそのものっていうのはもう生きてるわけですよね。期限っていうのもあって、1年経つと期限が切れると、まあ、それを使ってはいけないっていうぐらいフィルムが生きてるっていうね、生きてる状態で、まあ、ここがデジタルと違うところですよね。でデジタルはそういうことはないわけであって、こう温かみっていうかね、その粒状性に触れたりとかプリントしたりなんかするような、まあ、一瞬にして消すことができるけど、フィルムはね、もうフィルム自体を破かなければ紛失することはないわけですよね。そのフィルムの温かみっていうのは、その粒子一つ一つがこうね、中で生成されて自分でこうプリントしたりとかすることによって温かみがあるってことが今の若い人たちに見直されてんじゃないかなって。まあデジタルだとね、簡単にまあ写真が撮れちゃうわけですよね。もう押せば写る時代になってきて、こういうフィルムだと、まあ、これだけでも結構高いわけですよ ね。昔は1本1000円ちょっとだったもんだけど、これでちょっとで買った時ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、こういうフィルムっていうのがこれで5本入りですよね。5本入りで入っていて、で現像が1本1500円、今だと2000円ぐらいするから倍ぐらいしますよね、現像代がね。そう考えると、まあ、1枚がね、その出来上がるまでスキャナーを買ったりとか、まあ、今回はね、自分もスキャナーを買ってるわけだけど、まあ、当時はね、こういうフィルムで全部一点一点、現像して、その温かみっていうのに触れてね、でフィルムにこう傷をつけないようにして、で全部こうセレクトしたらマウントしてホルダーに入れて番号振って、それで保管してたわけですよね。まあ、こういう、まあ、手間もかかるけど、一枚一枚に対するフィルムってのは複製が効かないわけですよね。あのフィルムをスキャンしてねやれば、まあ、複製は効くんだけど、実際そのフィルムが持ってるフィルムから直接プリントするような温かみってのはないわけですよね。これが多分今の、まあ、フィルムのブームが生んでる、やっぱりデジタルの簡単に撮れてしまうってことですよね。でフィルムだと1枚1枚ね、本当に丁寧に撮ってる、まあシノゴとか8倍点なんてもうね、まあ昔だったらトモンケンさんがうーんなんてやってこうねやってたのが自分の見たことあるけど、1枚のフィルムを入れてピント合わせて1枚で絞りがいくつで露出がいくつでっていうことの時代を考えていけば、今は簡単に押してね、失敗だったら消せばいいやみたいな、これがフィルムにね、もう一回フィルムっていうのを、まあ、その当時のフィルムのことをね分かるようになってくると、やっぱフィルムのこの質感っていうのが若い人たちにすごく受けてるんだと思うんですよね。まあ、コダックだとね、こういうイエローの箱に今入ってるわけだけど、富士フィルムのやつってこうやって緑色が多かったんですよね。まあ、この緑色っていうのを見るとね、まあ、実際その人間の目もそうなんだけど、
まあ、緑っていうことに対してはその透過よくこう見えるわけですよね。まあ、緑を見ると安心するっていうかね、昔の動物と同じようにね、猛獣に追いかけられると緑の中に逃げ込んだりとか、火を見るとね動物が怖がったりとかね、まあ富士フイルムは緑っていうことがあって、自分的にもね最初にこのパッケージ見た時に、この緑色のパッケージを見た時に、まあ、自分はすごくこう安心したっていうのかな。だから緑ってなんか安堵感というかね、なんか草原を見たりとか山のね美しい緑を見たりすると安心するみたいな。当時はそのフィルムをねスキャンするっていうことがなかなかできなかったんですけど、まあ、自分が大体プロとして仕事をどんどんするようになってから、そのフィルムがスキャンできるようなそういうものが出てきたわけですよね。透過でちゃんとフィルムをスキャンして、ここからまた、修正を加えてっていうことができるようになったわけですよね。当時のスキャナーってめちゃくちゃ高かったわけですよね。安いのでも多分100万とか平気でしてたと思うんですよね。最終的にフィルムを保管するようになった時っていうのはもう400万もするスキャナーを使ってたわけですよね。まあ同時に35ミリだと40枚ぐらいこうできるわけだけど、同時っつってもね1枚ずつこう並べて、きれいに並べて一つずつこうスキャンしていって、データがどんどん1枚ずつこう生成されていくっていうようなスキャナーだったんですけど、今のスキャナーってまだ買ったばかりなんですけど、どういう風になってんのかっていうのはまだ分かってないので、このことをね皆さんにご報告したいと思うんですよね。今のスキャナーって昔とどういう風に変わってんのかなって。で今のねこのスキャナーだって6万9000円だからね、当時で400万もするスキャナーを考えると、まあ時代が大きく進化してね7万円もしないで手に入る時代になってるから、じゃあ果たしてそれが当時自分が400万のスキャナーでやっていたものがねと今比較してどのくらい違うのかっていうのも、まあ皆さんにねちょっと報告していきたいと思うんですね。まあでもフィルムがこれだけまあ人気があるっていうことも、昔の時代にこう帰ってっていうかね、若い人が昔の時代に帰るって変な話なんだけど、テレビなんかでもね坂本龍馬の写真が出てきたりとか、そういうのを見てしまうと今のねデジタル時代ではそのとても表現できないような温かみもあるし、まあ、絵画のようなね一点一点のこうその力っていうのかな、そういうのも結構大きいと思うんですよね。それがその若い人たちに受けている、自分もねまあ本当に8×10だとかシノゴだとか、まあ、使い始めたのがもう写真学校出てすぐの話なんだけど、その頃のねフィルムって1枚撮る大切さ、1枚の、まあ、力っていうのかな、まあ、そのためにかなりの労力を使っていたわけだけど、今だとねもう買ってすぐでバシャバシャ切ってね、もう本当にダメだったら、まあ、消してしまえばいいやぐらいな、そういうことが本当に簡単にできるから、撮ったものさえ忘れてしまうぐらいな、ね、1枚撮るその1枚ずつの力っていうのがものすごく大きいから、またね若い人たちがフィルムを撮ってみたいって、1枚1枚を大事にする、1枚1枚大事にするから、この1枚にかける意気込みみたいのがすごく大きいんだと思うんですよね。フィルムとデジタルの違いっていうのは、まあデジタルだとねもう今だと本当に似てきてるから、まあライカでもキャノンでもねみんなほとんど変わんなくなってきてると思うんですよね。でレンズの違いっていうのがあるから、まあオールドレンズだとかライカだとアポズミクロンの違いだとか、その皆さんにとってみれば新鮮に見える、そこでレンズっていうのがオールドレンズだとかいろんなことが話題になってる時代なんだと思うんですよね。でも自分はもうその時代を過ごしてきてるから、最近も会ったことあるんだけど、若い学生さんがねローライフレックスを持っててね嬉しそうにしてるのを見た時に、まあ、自分として見ればまあ古いなってこう簡単にこう心の中でこう思ってしまうんだけど、まあじゃあフィルムの頃のやつだったらどうだったかって言った時に、やっぱ拡大してねスキャナーでやった時に拡大してみると、粒子そのものっていうのを感じることができることが、まあ、デジタルと違って温かみがあるっていうかね、粒子っていうのは一つずつが砂みたいなもんで、一つ一つの形がみんな違うわけですよね。だから現像の方法によってはねこの粒子の形をまあ変えてるっていう言ってもいいと思うんですよね。その細かくするためにはその粒子の角のこう尖ったところを削っていくような
そういう感じなんですよね。それで、まあ、フィルターを使ったりして、その尖ったあの粒子を柔らかくするためにどうするかっていうの表現を常にやってたわけですよね。カラーの、プリントも自分で現像もしてたんだけど、モノクロに至ってはね、印画紙を変えるだけですごい違いが出てくるっていうのがあるんだけど、まあデジタルだとね、今の時代だとその確かに紙によってね、何にあの和紙に印刷するかなんかによってこうあのそのペーパーによってね違いももちろんあるんだけど、昔みたいな良さっていうのはもう本当なくなってきたと思うんですよね。で自分も、まあ、事務所を移転するに至った時に昔のやったバラエタシのものも数枚今でも残ってるんだけど、でそのバラエタシっていうのは色がねこう少し黄ばんでくるわけですよね。で黄ばんできた色っていうのはこれは今のデジタルでは全く出ないですよね。当時はねいっぱいプリント保存してたんだけど、まあそれも処分してしまったっていうこともあって数枚残ってるんですけど、まあ、このプリントの良さっていうのはもうデジタル今のプリンターでやっても絶対出ない色なんですね。で自分は、まあ、この色が少し変色しかけてるものが高みになってくるし、昔のねあの発見されるやつなんか見てると、まあ、色が変わったりとかいろいろしてるのをね修復したりとか、昔のモノクロ時代のものに色をつけてね時代のことをもう一回こうあのこういう時代はこうだったんだっていう、昔のそのね戦争時代のこう写真なんか見てもモノクロだとなんかものすごいこうドキュメンタリー的なことがねこう感じるわけだけど、それね最近だとカラーで調色して昔のものをね、カラー化したりとかすることが今ね簡単にできてきてるんだけど、自分はそのカラー化したやつを見るとあなんかこう時代じゃなくてなんかこうねあんまりこう時代性っていうかドキュメンタリー的なことをあんまり感じなくなっちゃうんですね。自分がねモノクロの時に本当に現像液を何にするかとか、自分が一人三畳一間にいた時はこの液をね少し減らしたらどうなるのかななんて自分で勝手にねそのやってた時もあるわけですよね。で温度が、まあ、自分の時はね温度管理なんて20度っていう決められてたけど、三畳一間にいた頃なんて25度とか28度30度近くなっちゃうわけですよね、部屋があったかいから。で氷で冷やしたりをすると結局液が薄まったりとかそういうことがあるんだけど、そういうことをやったことによってそのまた違ったプリントも出たっていうのは自分の経験上あるわけですよね。自分は現像液を自分でじゃあ、ね、測ってあの高い温度で現像するとどういうふうになるのかなとか、モノクロでもそういうことを本当にやってきました。それによってね、まあ、自分の、まあ、自分がモノクロをねうまいと言われたことも多分そういう三畳一間でね、もう冷やすこともできない、温めることもできないみたいな、その現像液をね下に置いて、20度に保つってやつもあったんだけど、それさえも買えなかったわけですよね、お金がないから。結果的にいつも、その、外気温と同じような、まあね三畳一間にいても本当に暖房があったわけじゃないから、本当にねこたつに入っていたわけだから温めたりもできなかったんですよね。本当は20度にしなきゃいけないものが夏は28度冬は11度ぐらいで現像したりとか、まあなんか毎回違うこうモノクロプリントができてたっていう記憶があるんだけど、まあそれなりにねやってきたことっていうのが多分自分はまあ個性としてつながっていったんじゃないかなと思うんですよね。でみんなと違ってまあ、自分がそういう三畳一間にいて温度管理もできなかった中でプリントしたものが逆に言えば個性となって広告代理店にも就職できたような気もするんですよね。その今になってみると それが個性なんだと思うんだけど、今のね若い人たちがまあモノクロ現像っていうのを実際はねあの温度管理してねそのやるなんてことはまずねいないような気がするんですよね。モノクロフィルムで撮ったとしても、それをスキャナーで取り込んで結局パソコンでそのやってしまうってことなんで、本当の意味のモノクロフィルムで本当のプリントをしてるっていう人は多分今の人たちもいないと思うんですよ。その今の人たちがフィルムって言ってるけど、結果的にはねデジタルで取り込んで
それをその出力してる。でも自分はフィルムで撮ったって意識あるんだけど、自分の時代みたいにフィルムをね、やっぱり自分で現像液の中でそのこれ何分だったらいいかな、冬だったらちょっと寒いからもうちょっと長めにしようとかっていうことによって、そのフィルムの調子が多少違ってくる。これが多分野村の個性だったと思うんですよね。本来はちゃんとやらなきゃいけないことを、自分は30人前いて温度管理ができなかったことによって自分なりに研究していって、この寒さだったらもうちょっとやった方がいいなとか、それで実際こう紙焼きをする時なんて本当に出てくる時間もね、どうしても時間かかるから、その露光量を増やして、あとは印画紙の号数を変えるとかっていうことが、これがね多分野村の個性だったような気がします、今思えばね。まあ自分がその中にいたことによって、今でいうその今の若い人たちがフィルム調っていうことに対してね、デジタルじゃないね、皆さんと同じような状態じゃないものが出来上がるってとこが、多分今の若い人たちがすごく夢中になってる部分だと思うんですよね。だから本当にフィルムをねやられるんだったら、まあ、現像液で自分で伸ばし器で現像液で入れて、その現像がスーッとこう上がってくるところを見てね、この感動的なことも、まあ、よりねこう若い人たちが覚えてもらえれば、写真そのものをモノクロのフィルム、カラーのフィルムもそうなんだけど、このことを本当に知ってもらうことによって、モノクロのフィルム、今のフィルム調だっていうことがね分かってくると思うんですよね。まず現像時間ちょっと変えたりなんかするだけで、色も調子も全然変わってくるわけですよね。もうデジタルだと結局変換した時点でもうデジタル調になってるわけだし、デジタルフィルムと同じようになってるわけですよね。ただ元がフィルムでやってるから、それをスキャナーでやってるから、まあ、フィルムで撮って一枚一枚っていうことあるんだけど、自分の時代のモノクロのフィルム、カラーのフィルムの自分でやっていた時代のことを振り返ってみると、一枚一枚に味があったし、一枚一枚の仕上がりにもこう変化があったわけですよね。でこれをまあ皆さんがね、こう今度フィルム調っていう時に、じゃあどういうことをねやれば新しくこうフィルムがより新しくこう表現されるのかっていうところも、まあ、皆さんにね今度自分なりにこう話していきたいと思うんですよね。このねフィルム調っていうこと言うけど、実際スキャナーで取り込んで出力してしまうとそんなに大差はないんですよ。でも大差はないんだけど、結局自分がやっていたねアナログの本当に現像液を作ってやってた時代のことを考えれば、自分なんかの時は本当にまあ布団も何もたくさん臭かったし、もう歩いてても自分が現像液の匂いがしてたと思うんですよね。まあそういうことってのは今はねもう 100% なくなったわけだから、まあそれから考えるとね、もうちょっとそのフィルムに関してね、今の人たちがフィルムを持ってやりたいと思った時には、まあ最低限ね現像液の中で紙焼きをするとか、まあ、そういうこともやってもらえれば、真の意味のそのフィルム時代っていうのかな、これを皆さんがね味わうことができて、全く他人とは違う自分の、まあ野村がやってきたように自分しかないこうプリントの味っていうのを皆さんぜひね味わってほしいと思います。今日はありがとうございました。